課長、それハサミ焼きですか？まいちゃん、大正解。ハサミ焼きはカジュアルに楽しめるものも多くて、とても人気がありますよね。あと陶磁器といえば、僕は伝統の深みを感じる三河内焼きも大好きですね。焼き物は長崎県の重要な産業の一つだよね。家庭用の陶磁器の出荷額だと長崎県は全国3位ですよね。そう、だから長崎県でも窯業技術センターという施設を設けて窯業技術の発展を支えているんだよね。課長、僕窯業技術センターを取材してみたいんですけど。いいよ、じゃあしっかり取材してきてね。広報二課は県民に分かりやすくかつ有意義な広報番組を提供するため、自らレポートし自ら伝えるメンバーを集め、特別に編成されたプロフェッショナルの広報集団です。私は波佐見町にある長崎県窯業技術センターを訪ねてみました。ここ窯業技術センターは大学や企業と連携をして新しい製品や技術を開発することで事業などへ結びつけることを目的とした研究機関です。例えば新しい材料の開発を行っています。最近では抗菌などの機能を持った釉薬などの開発をしています。その他には廃棄物のリサイクルの研究を行っています。さらに 3D などを利用した新しい技術の研究やマーケティングを活用した新製品開発の研究など、さまざまなニーズに対応した研究開発を行っています。そこで私は窯業技術センターの成果品の中からいくつか代表的なものを紹介してもらいました。こちらも焼き物なんですか？はい、こちらは蓄光セラミックス製品で、従来の製品より耐光性に優れています。東京都営地下鉄にも採用されています。こちらを見ててください。おお、こちらはフォトセラという製品です。 3D の加工技術を使って凹凸をつけることで光を当てると写真みたいに見えます。こちらは最近とても人気な製品です。どういったものなんですか？鴨本さんと共同で開発したセラミックコーヒーフィルターです。私は共同開発者である鴨本の山口さんにもお話を聞いてみました。特徴はですね、エコで紙がいらないフィルターですよね。それと遠赤外線の効果でコーヒーがものすごくまろやかになるんですよ。あー、すごいですか？口当たりが滑らかです。マイルドです、はい。4、5年の前、コーヒーブームが来ましたもんですから、それでカビのいらないエコフィルターを作ろうかということで、3年がかりやっと作り上げた商品です。センターの研究員さんとか職員さんにもものすごく助けられまして、今までは研究開発で終わったんですけど、これを製品化にして企業を成り立ててですね、自分も一生懸命ですね、ここまで立ち上げてきたわけですよね。海外にも進出しようと思っておりますから、はい。今後窯業技術センターはどのような活動を進めていきたいとお考えですか？陶磁器産業を取り巻く環境は日々変化しているため、今後も地域と連携してさまざまな研究開発支援に取り組んでいきます。窯業の技術ってさまざまな分野で活用されていて、とても発展性があるんですね。伝統技術に柔軟に新しい技術を取り入れていて、とても面白いと思いました。今後どんな製品が生まれてくるのか楽しみだね。では今回の内容をもう一度確認という方は、長崎県のインターネット放送局ヨカテレでチェック。